はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日ね、ソルレブナント新武器 DLC の武器取ったよという話をしたと思うんですけれども、まあこちらの方をですね、ちょっといろいろと使ってみました。いろいろと使ってて、まあ俺が思ったことをちょっと汚い意見を言っていこうかなというふうに思います。はい、この前振りということは、まあ使用頻度あんま高くないんじゃないかなって正直思ってるところは現状あるんだけど、まあランバージャックっていう新ジョブが斧の楽器なんだっけっていうところで期待できたりとかもするので、ちょっとそこら辺の期待値も上がってるっていう話で予防線を張りながら、まあちょっと軽くね、あんま使わないかもなって思ったっていう話をしていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。で、まあ具体的に今どこで使うとこないのっていうのであれば、俺は正直あると思ってて、はい、こちらのソルレムだとね。で、どこで使うのかっつうとアルバハ N だね。で、俺アルバハ N は強いアルバハ N って時間ないんすよ、実は。どっかにあったかな、アルバハ N。アルバハ N めちゃくちゃ時間がなくて、一戦どんぐらいかっていうと、20秒ぐらい。今ね、一戦20秒ぐらいで、基本、ポチ押せないんだよね。アビリティをこう19秒とか、なんか20秒とかで終わるから、そんなに、18秒かまるね。あんまりね、アビリティ押せないんすよ。で、どんぐらい押せないのかっていうと、だいたい3ポチ1召喚だな。アビリティ3個と1回召喚したらもう動けないんですよね。もうそこしたらもう殴らなきゃダメぐらいな感じになってて、アビリティを押せないんですよ。で、そういう時にメイン武器に装備してるだけでトリプルアタック発動時に追撃効果が出るよっていうのが、このソルレムナントがあると、はかどる説があります。はい。まあ、これ、そこで使えそうかな。現状、一番わかりやすい使い方がそれだと思う。俺、ソルレムナントの場合は。だから、ま、19秒、18秒といった討伐時間のアルバハ N とかだったら、ソルレムナントメイン採用。で、まあ、そういう時にですね、もちろん、わかる人はわかると思うんだけど、いや、レスラーの2プラトンでよくねっていうのを思う人いると思うんですよ。ちょっとじゃあ実際にやってみようか。で、実際ね、レスラーの2プラトンの方がいいんですよね。うん。で、理由としては、総合ダメージが、やっぱ2プラトン入れた方が総合ダメージが高くなってるんですよ。だから、じゃあちょっと今回3ポチでいくね。3ポチ比較でいくね。例えば、1ポチ、2ポチ、まあ3ポチ。これ、2プラトンと、芝の、あれでか、ニアビでちょっと、あれにするわ。同じポチ数にするわ。で、この殴りだったら、4100万かな、これ。確か4100万ぐらい。そうですね。4100万ダメージだとするじゃないですか。で、じゃあここから2プラトンを入れた時にダメージがどんぐらい変わるのかっていうと、まあ、ちょっと上限が下がるから抜いちゃうことになるかな。ソルレムナントは。まあ、火力的には高いんだけど、まあ、減衰出したいので、まあ、火力がどうなるか、まあ、今、スザクのジャ入れてるけど、スザクのジャが EX 工事になるか否かっていうのはちょっとよくわかんないですね。まあ、敵の防御地に寄ってくる。まあ、少なくともトライアルで今の動きするんだったら減衰出るんで、まあ、師匠の方になるかなって思うんだけど、じゃあ例えばだけど、ここで、こう、あ、2プラトンかまつけた。そんなことが、なぜ2プラトンがない。なんかここら辺のなんか EX アビリティって、あれだよな。なんか最後に設定したやつが反映されてるっぽいんだけど、ちょっとよくわかってないんだよな。もう一回やらせてください。で、こちらの方やると、ダメージはこっちの方が高いんだよね。なんだけど、こっちはこっちで問題があって、2プラトンが撃てないんですよ。そう、2プラトンが、18秒っていうタイムだと、これリロード挟まなきゃいけないアビリティなんで、このベイ、ベシ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 っていうのをもうデフォでやっちゃうから、これをやることによってリロード挟まなきゃいけないんだよね。で、リロード挟むっていうことは、殴れねえことがある。早いと殴れない時があるんですよね。回線によるけど。まあ、ただ総合ダメージ今見えたように4700万っていう感じで上の方になってるから、こっちの方が、ダメは明らか高いんですよ。だから、殴れる目算がある。回線が強かったりとか、部屋の速度が少し遅いとかね。うん、そういう場合だったら、こっちの方がいいんだよ。ただ、マジで速い場合だったら、ついていけないので、スピードに。なんで、こっちの方、つまりメイン武器で装備して、で、リロードが必要ない芝のニアビだったりとか、まあ、他のアビリティでも全然いいと思うけどね。そういうアビリティを使ってしまった方が安定して、まあ、4000万出せる。うん、っていうようなのがメリットかなっていうような感じですね。ちなみになんだけど、まあ、似たような感じとして、ウォーロックがあると思うんですよ。で、ウォーロックの場合だと、あれの方が、ウォーロックチェイサーだとどうなのって話だと思うんだけど、俺は、こっち
チェイサーよりもあれの方が強かったですね。さっきのソルレムナント採用型の方が強かった。で俺今までその回線が弱いからあのレスラーができなかったんですよ。今のあの18秒とかの部屋の場合レスラーができなくて、まあ、どうしようかなと思ってチェイサー打ってたんだけど、このチェイサーはダメージがね、こっちよりもあのソルレムナント採用型でシバニアビ打った方が火力が高かったんで、まあ、こっちの方がいいかなっていうような、違うわ、ソルレマナントの方がいいかなっていうような感じですね。4100万そうですね、ほら3800万、今ので3800万っていうことはもうっていう感じなんですよ。まあちょっと300万ほどダメージが上になってるから、まあ、俺側からすると今までの、まあ、このウォーロック編成よりも先ほどのやったこのソルレマナント採用型の方が熱いかなっていうふうに思いましたね。でソルレマナント自体が武器として EX 工人として、ね、破格の武器になってるから、これですね。あ、これあのちなみになんだけどアルバハ N 用の編成じゃないですよ。停止武器抜くんで、ね、あのアルバハ N 用はまた別に作ってます。まあソルレムナントの方が EX 工人のね、極大、僕極大じゃなくて極大派なんで、僕一生極大って言います。はい、極大派なんで、で、まあこちらの極大がついてるから火力が高いと、うん、通常攻撃の火力が高くなりがちで、防御値が高いからアルバハ N って減衰出ないんだよね。防御力高いんですよアルバハ N って。最近あの調整されてキャラ、マルチバトル調整で HP 最大 HP が下がったけど防御値が上がったっていう調整をされたから、まあこういう風にねできるなら火力を上げておいた方が丸いかなっていうような感じにはなってるんですよね。なんで、まあこちらの方を入れておいて、でさらに赤き支援の剣引っこ抜いて、こんな感じかな。あのアルバハ N 用だったら、アルバハ N でやるんだったらこんな感じにしておけば上限が生きる可能性も高いし、メイン武器もいいしみたいな感じで組めるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということで、まあ、とりあえずの使い方としてはそうなんだけど、まあ、まとめていくと、ウォーロックのチェイサーよりもダメージが同じ1ポチだったら高くなる。ただ、例えばだけど、ウォーロックのチェイサーを打って芝のニアビを打つっていう考えもあるわけですよ。うん。だから、あの、時間、討伐時間が増えれば増えるほど不利になっているような感じですね、現状においては。だから俺はランバージャックに期待をしたいっていう話。 EX アビリティでそのダメージの上限が上がるとか追撃がつくとかそういうようなですね、あのアビリティがないんですよね、オノジョブって。今オノジョブって2つでしょ、ベルセルクとあとアプサラス。ベルセルクとアプサラスだと、まあ、アップはねどうなんでしょうね。まあ、ベルセルクの魅力はあの攻撃力の高さだと思うんだけど、アップの EX はまあちょっと追撃って感じじゃないっすよね。1個だけあったっけ。あ、違うわ、1個あんのはあのあれか、あの特殊な自分の武器つけた、ジョブ武器つけた時追撃つくんだっけ、第2スキルとかで。追撃スキル系持ちがダメージの上限を上げるっていうのがないんすよね。まあ、まんじゅうしゃげとかはワンチャンだけど、まあ、それにしてもな、火力そこまで欲しいかっていうところもあるし、うん、まあソルレムナントの使い方とは、まあ、基本的にはその短時間での、まあ、討伐時間が約18秒前後の相手での、3ポチ1召喚軸の安定だな。17秒部屋になった場合、こっちの方がいいと思う。ベルセルク採用、ベルセルク型のソルレムナントのやつがいいと思ってます。はい。なんだけど、20秒、21秒部屋だったら、多分レスラーの方がいい。かなり絶妙というか、微妙なバランスが成り立ってますね。白氷の上を歩くような装備なかなと、個人的には思ってます。まあ、割と、アラナン採用型で、長期を、やっぱ、主人公のアビリティが使わ、はなくなっちゃうよね。まあレイジ使えないから、その奥義ゲージ 100% 消費するから、アラナン使うんだったらレイジが使えなくなるじゃん。でアマブレミゼラブルミストってぶっちゃけアラナンの1アビと3アビで防御加減いくから、あの使わないんですよね。じゃあ他になんかこう魅力あるかって言われると、なかなか難しいというところでね。まあオノジョブっていうのがすげえ相性悪いんですよね。これ今からでも拳って言い張れんか。ちょっとなんかメリケンサックに似てるし、あのこの下の方取り外してさ、バシーン、ここら辺握って、ここ取っ手だと思うんだよね俺。ここ握ってさ、拳です、よし通れ、ならんかな。それだったらもうソルネマンとの評価がマジで超上がるけど、ちょっとメインジョブにやられてる、あのソルレムナントはっていう感じだな。だからマジでランバージャックに期待したいという話でございました。まあ、17秒部屋だったらソルレムナント、18秒以降の部屋だったら2プラトンレスラー、
まあそんな感じのギリギリボーダーラインの武器です、俺の感触ではという感じでした。参考になれば幸いです。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。